自分がですね、まあ、住む家を作るときに、まあ、昔はまあ日本なら樹木を切ってですね、山からまあ木を切ってきて、そしてそれをまあ製材してですね、柱とかそういうのにして組み合わせて木造の家をまあ作るわけですね。まあ、これは今では当たり前ですけども、まあ、ちょっと前って言いますか、まあ、鎌倉時代とかそのくらいまではですね、普通の庶民の家っていうのは地面に少し穴を掘って土間にしましてですね、その上に樹木の枝で屋根の基礎を作り、まあ、藁を敷くと、まあ、藁葺き屋根ではありますが、それもですね、まあ、いわば縦穴住宅に近い住宅であったというふうに想像されております。まあ、もちろん武家とか貴族っていうのは全然違う、まあ、デラックスな家に住んでたわけですが、庶民はなかなか縦穴住宅から本格的な家に移るのに時間がかかったと、まあ、こういうふうに言われております。まあ、縦穴住宅のようなものというとアイヌを思い出すんですが、アイヌの場合は、まあ、樹木で家の骨格を作りまして、まあ、そこにですね笹で壁や屋根を作るわけですね。実際のものを見ていただくとよくわかるんですが、笹の茎の部分はですね、縦にこう並べまして、これが壁を作るわけですね。でその縦に並べた笹から横に水平にですね30センチほど笹の葉を外に向かって出すんですね。そうしますと大体笹の葉の分の厚みを持った壁ができるわけです。でアイヌは非常に寒いところに住んでおりましたので、家の基本というのは寒気を防がなきゃいけないわけですね。で寒気を防ぐとどうしても家の中に火を焚くわけですから、まあ電気がないので当然火を焚けば煙が出て酸素を消費すると、まあ、これをどういうふうに防いで快適な生活をするかっていうところに、まあ、アイヌの家のこの苦労があったわけですね。で火を焚けば酸素が消費されて二酸化炭素がまあ出るわけですから、暖を取ろうとして密閉すると酸素不足でダメだと。そこでその笹の葉を外に伸ばしましてね、葉が密集していて空気は通るけれども熱はその葉の間をですね空気が通るときに熱だけは交換すると、だから空気は新しい空気になるんだけれども熱は交換するという、まあ非常に優れた工法を取ってたわけです。ちょっと思い出しましたので写真をですねここに貼っておきますが、これはアイヌの方と一緒に、まあ、家をですね、まあ、作るというか私はまあただ見てただけなんですが、それをお手伝いした時のですね、屋根を拭いてる時の様子、屋根は ちょっと違う方法で拭くんですが、まあ、やはり笹を使って、まあ、木のところを作っていくと、まあ、こんな感じなんですね。まあ、このアイヌの家っていうのは地勢と呼ぶんですけども、これは部屋の中央に暖炉がありましてですね、暖炉って言いますかいろりがありまして、まあ、そこでは夏でも火を絶やしません。そのためにですね、夏の間とか秋とか、まあ、そういう間はですね家の下に熱がこうずっと入っていきます。そしてその春夏秋と溜めていった熱がですね今度は冬には徐々に上がってきて、まあ一定に保つというわけにはいかないんですが室内の温度を高く保つわけですね。外側には雪が降りますので雪が家全体の保温の役目を果たすわけですね。まあ、そういうような仕組みで、なるべくこの自然の中で、その自然の熱を使っていくというような生活をしておりました。翻りますとヨーロッパの方はですねこれは地震がないんですね。このヨーロッパに地震がないのは大西洋という海が非常に若いのでですね、まだ沈み込みというのはほんの一部でしか沈み込んでおりませんので、日本でいういわゆるプレート地震というのはないんですね。活断層というのもあまりないんで地震が少ないわけです。でしかも空気が乾燥しておりましたので、石造りの家屋、まあ、レンガ造りといったものが多いんですね。ところでこれちょっと誤解されるんですが、日本は地震が多いのでレンガ造りが定着しなかったと言われるのは間違いで日本で作られたレンガ造りの多くの家はですね非常に丈夫でありまして、それで、故障まだ残っております。したが、まあ、特に東京なんかではですね明治時代に作られたレンガ造りの建物っていうのは大正12年に起こった関東大震災を耐えて多くが残っております。むしろ日本にレンガ造りの家が定着しなかったのはですね、日本が湿気が非常に多いというところにあるわけですね。
で、まあ、日本で湿気がこう残るような家を建てますとですね、梅雨の時期にも結露するんですよ。もうこれはね、べっとり、まあ、水に濡れたようになるんですね。もう床なんかはですね、結露しますとですね、びしょびしょになるっていう感じなんですね。ですから、まあ当然なかなか普及しなかったというのが正しい解釈であります。これはレンガの材料とレンガ積み住宅っていうものをちょっと私も関係してたもんですから、その時に、詳しく調べた結果であります。ところでヨーロッパの家は、まあ、そういう石造りであることもあってですね、イギリスで平均130年、ドイツでは80年と言われておりますが、まあ、ドイツはですね、第二次世界大戦でかなり爆撃を受けまして、それで建て直したところが多いのでちょっと短いんですが、まあ、ヨーロッパ全体でおおよそ100年といってもそれほど間違いではありません。これに対して日本の住宅は、まあ、30年程度で建て替えますのでね。それから最近ではマンションとかそういうのがいっぱい出てきて、早めに壊すということもあって平均26年と言われておりますが、なぜ日本では100年住宅が建たないのか、まあ、必ずしも木造だけではないというのに100年しか持たないのかということで、今からそうですね、15年ぐらい前、盛んに日本でも100年住宅を建てようじゃないかという動きがあったんですが、あまり実りませんでしたね。実はですね、もともと木造住宅というのは結構長く持つんですよ。まあ、その有名なのは奈良の法隆寺の金堂ですが、世界最古の木造建築で、607年という説と670年という説があったんでしょうかね。またなんか改修なんかもされておりますから、あんまり厳密なこと言うと論争になっちゃうんですけど、まあ、1500年とか1000年とかものすごく長いわけですね。だから木造住宅がダメになるから捨てるんじゃなくて別の理由じゃないかと、まあ、これは私なんかは湿気に関係があるなと思ってるわけです。アイヌは家の主人が死にますとね、まあ、基本的にはその家を焼くわけです。でこれはまあ宗教的なことも含まれているんですけども、まあ、あの衛生上もあるんですね。これはあのアイヌはですね、文字を持たない民族でしたから、必ずしもはっきりとどういう理由で家を焼いたかというのは分からないんですが、まあ、人間が死ぬということは、まあ、病気といいますか、病気という概念ちょっと違うんですけども、病気ということがあるわけだから衛生上ですね、焼いて出直すというような説がありますが、私はそうだと思います。つまり湿気の多い日本はですね、何でも焼くのが基本であります。人間が命を失ってもですね、まあ、普通死骸を焼くわけです。ダビに伏すわけですね。それから台所から出るゴミも焼きました。お寺の落ち葉も焼きました。全部焼くのが、まあ、当然の文化でしたね。これに対して乾燥しているヨーロッパはですね、それほどその湿っておりませんので埋める文化が誕生しまして、お墓っていうのはまあ有名なように棺桶のまま埋葬しますし、何でも土に埋めて土に戻すというようなことですね。だからまあヨーロッパはもともと衛生的だったから埋めることができたんだという考えもあるんですが、そうでもないところがまた面白いところでですね、まあ、歴史的に黒死病の流行と呼ばれるペストの流行が大流行がありましたね。つまりヨーロッパではですね、時々人口が減少するぐらいの疫病が大流行するわけですね。これに対して日本というのは島国ですからね、強力な細菌とかウイルスが流行すると全滅の危機もあったんですね。例えば海賊船が漂っていると、誰も人がいないと、どうもこれは全滅したんじゃないかなんていう話がよくあるんですが、まあ、そういうことになりかねないんですが、そんなこともなく非常に衛生的で疫病の大流行ないんですね。まあ、もちろんコレラとかですね、かなり江戸時代に際どいものも入ってきまして、大阪近辺で流行したり、まあ、天然痘なんかもありましたからね。スペイン人がですね、北アメリカ南アメリカに侵入した時ですね、特にマヤ文明からの後のアステカ文明ですね、このアステカ王国に入った時はですね、インカもそうだったかな、白人の天然痘がですね、流行しまして、天然痘に対して全く免疫を持っていないこのアメリカの人たちがもう非常にこう多く死んだということも記録されております。免疫を持ってないということは非常に厳しいことなので、まあ、日本でもですね、まあ、前回書きましたけども鳥インフルエンザっていうのもですね、やはり少し、まあ、わざとこう導入するということは難しいんですけども、流行したらあまり神経質にならないということが重要なんですね。人間というのは
この風土とか自然と共に生きているというのが人間でありますので、人間はですねやっぱり日本の文化っていうのがですね何でも焼くと、住宅も長くは使わないと、障子や畳も時々新しいものに変えると、こういった風習っていうのはですね、いろいろな複雑なその文化、風土、気候、そういったものに人生観、そういったものに根差していましてね、やはり現在の日本でもですね、現在の日本ですらやっぱり、コンクリートの住宅は長持ちでいいんですけどね、がっちりしてていいんですけども、木造には木造の、捨てがたい味があるということを言えますね。日本はヨーロッパに対しては少し暖かい、緯度が低いですからね、窓を開けて、部屋の中を乾燥できる時期が長いもんですから、こういう文化が生まれたんだろう。その中で私たちの気質ですね、今度は性質、気質が出てきたんだろうと思うんですね。日本列島の中で幸福な人生、満足する毎日を送るにはどういうことなんだろうかと、これを少しシリーズで考えていきたいと思っています。